距離感高い音に向かってね、どの辺で弾いてるか持った時もほんまにかなと思います。まあ、これを、まあ、できる限り、まあ、音質の統一感を出すために少し。皆様こんにちは、クラシックギタリストの井上健です。今回はですね、まあ、あの以前にですね、左手の押さえ方のところで、まあ、F コードの話とかなんかしたと思うんですけども、ちょっと思いついた小話というか、ちょっと使えるテクニックみたいなのが頭を中をこうよぎったんで、ちょっと軽くお話ししようかなと思って動画を撮ってみました。まあ、あの何でもいいんですけども、まあ、正確なので、まあ、F コード使ってたら、まあ、これでいくとして、和音弾くじゃないですか。右手どういう風に弾いてるかって意識したことありますかね。これ結構あるんですけども、あのこう構えるじゃないですか。このまま弾くんですよね。うん、こういう風に弾いてしまうとですね、あの、まあ、これはこれでもちろん使えることもあるんですが、一概にダメとは言えないですけども、分けて弾くと、この A と P の距離感、これ意識したことあります？そう、何センチやろ、もう結構空いてるんですよね。うん、これで和音を弾いてしまうとですね、ちょっとね、高い音に向かってね、あの音が硬くなってしまったりとか、ちょっとパキパキしたような響きになるんですよね。これを解消するためにですね、この弦のどの辺で弾いてるか、和音それぞれの指をちょっと意識してみるみたいなことを考えてやってもらうと役立つかなと思います。まあ普通にさっきのように弾いていくとこういう音になる。でこれを一応揃えて弾き方にしてみると、うん、これ動画じゃ使えない、伝わりにくいかな、やっぱり。柔らかくなるんですよね。そう、これ普通にアルペジオとか弾いてる時もそうなんですけども、とかでも右にこれ A が流れてしまうということ、これ結構あるんじゃないかと思うんですけども、そう、ここを揃えていくとですね、音質も統一感が出てきて、メロディーだけがこうキンキンするっていうことがなくなるんですよ。手ってね、もうこう持った時もほんまにもう親指ここ、薬指ここなんで、この距離感って絶対生まれるんですよね。だからこれをちょっとですね、なるべく揃えるような、まあこういう、まあこう考えるんじゃなくてこう考えるようなイメージですね。このまま揃えてくる、持ってくると、ここ P と A の距離感、今これぐらいに収まってるんですよ。ここまで近づけてくると音質ってだいぶ統一できます。うん、それに加えて、だからその高音部分のあの音っていうのはかなり柔らかく表現できるかなと思います。例えばアルペジオ弾いた時にこのまま行ってしまうとこうなんですよ。この違い伝わりますかね。これでも多分ね、僕のこれ動画で聞いてるよりも多分ご自身でやってもらった方が多分分かりやすいと思います。お試しにあれっていうかですね、これの場合は作曲やから、まあ、ギターの常識として、ではなく、楽器の仕組みとして、他のね、弦楽器と同じような感覚で、今ちょっと捉えててんけれども、つまり、指板に近い方をスルタスト、で、ブリッジに近い方をスルポンティチェロっていう風に、例えばバイオリンとかビオラチェロなんかでは言うんやけれども、同じようにその位置によって音色が変化するっていうのを、自分で意識するっていう話やね。まあそういうことですね。それも込みですね。だからどこの位置で弾いてるかっていうのは常に意識しながらやってもらう方がいいですね。まあ大体ね、この、まあ、輪っかの縁ぐらいかな、だいたいこの辺で弾いてるような感覚が僕の基本姿勢です。でこっからこっちに寄っていくと、これスルポンティチェロですね。まあ、硬い音になりますよね。でこれが逆にこうこっちからどんどん寄っていく、スルタスト、指板の方に寄っていく、まあギターでも全く同じ言い方をするんですけども、まあ、これも意識しながら、さっきの手の中でも
その距離感が生まれてる。だからこっちに寄ってる指とこっちに寄ってる指が発生してるっていうことをイメージしてもらうと分かりやすいかなと思います。まあこれを、まあできる限り、まあ音質の統一感を出すために少し寄せるようなイメージでやっていただくといいかなと思います。というわけでですね、まあちょっと今日は短い動画でしたけども、まあちょっとした使えるテクニックみたいな感じでですね、たまにこういうふうにご紹介をするかもしれないです。というわけでですね、はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いつでもお待ちしておりますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。